大谷翔平、291、20本、50点OPS、955まだオールスター前。すべて見栄えのいい切りに乗ったね。誰も文句言えなくなっちゃったう。打率がね、162試合換算、打率、291、48本、119打点。50本くらい打ってもらわないとね。直近7試合打者谷、27打数11安打4本塁打7打点、打率、407、OPS1.333。週間 MVP は決定だな、月間もいけそう。この数字は2021超えた ?21 はオールスター前 OPS1.050 近くあったぞ。そんなヤバかったか、やはりとんでもない大失速だったんだな、それが怖いね。同点ホームランに勝ち越しホームラン、マジで仕組んだ多いのが良いわ。大谷以外の日本人だったらシーズン終了でこれでも泣いて喜ぶレベル。藤浪の快進撃に大谷も影響されたか。